中年オタッキーです。今日はちょっと久々にね、スマートフォンで撮影しています。なんでかって言ったら時間がないからです。もう今週ちょっとバタバタでね、もう何をするにしてもね、もうまあいろいろありましたんでね。ツイッターとかでも、ツイッターがものすごいことになってますけどね、5万8000リツイートもされちゃって完全にバズってます。でね、今日の動画はね、もう見えてますけどね、ちょっと贈り物をいただきましたんで、開封動画と、あとフィルムの話をね、ちょっとしようと思ってます。それでは動画スタート。はい、これね、早速開けていきますけど、今回もね、もう、お名前をね、覚えてる方も相当多いと思いますけど、ドリームロコモーティブ様からの贈り物になります。ちょっと開けていきますね。メガネがないともう最近ね、老眼がものすごいことになってね、もうテープがどこから剥がすのかもわかんないぐらい老眼が進んでしまいました。よいしょ。これ、ハサミがあった方がいいな。最近ね、ほんでね、老眼だけじゃなくてね、五十肩とかね、なんかテニス肘とかね、体がいろいろとね、おかしくなってきております。もうね、五十肩はしょうがないんですよ。昔バイクのレースをやってたんでね、何度も何度も脱臼させてるんで、五十肩は仕方ないけど、テニス肘は多分ね、使い痛みってやつですね。この、荷物をね、さばく仕事をしますので。どうしてもね、体使うんでね、よっと、よいしょ、開きましたね。さあ何が出てくるか。お北海道限定じゃがいもコロコロバター醤油味お菓子がいっぱい入ってます。めっちゃお菓子が入ってる。これ、いや、あ、濡れせんべい、これね、濡れせんべい、僕、知り合いからね、聞いたことある、美味しいっていうね、評判ですね。これはちょっと分かんないですね。でも、バター醤油味で、じゃがいも、まあ、いかにもって感じの味ですよね。あ、濡れせんべいは2種類あるな。これ、銚子電鉄濡れせんべい。緑の甘口味と青の薄口味とありますね。やばい。やばい。あ、和三盆糖の、本わらび餅と、宇治抹茶本わらび餅があります。もう大好きなものばっかり。これお茶菓子ですね。ありがとうございます。でね、なんかいろいろと入ってますよ。他に、おお、これはよく映りそうだぞ。これ富士家9オート7 QD でいいのかな。ピカピカじゃん、これ。すごいね。あのね、この辺にね、フラッシュフジカの面影がちゃんとあります。フラッシュフジカの、まあ、子孫みたいな感じですかね。ほうほう、ほう、これは。このまま使えそうだぞ。ちょっと後で炭酸電池を入れてテストしてみましょうか。このままなんか使えそうな雰囲気。中もすごく綺麗ですね。レンズはね、フジノンレンズ、38mm の F2.8。多分ね、フラッシュフジカと同じようなレンズじゃないかな。これ単焦点なんでね、相当いい写りするんじゃないかな。これは楽しみ。はい。フジカオート7QD クオーツデートをいただきました。シャッターボタンを半押しするとカシャッと音がしてオートフォーカスが働きます。さらに押すとシャッターが切れます。半押しするとシャッター切れません。静かに静かに押してくださいということですね。うんうんうん、ここにね、ここ説明書が、書いてありますね。これは何だ、なんか重たいものが入ってるぞこれやばい、これはやばいこれちょっと、これピーなんで見せませんこれ今見せるわけにいかないこれなんだ。あ、またファントム8いただきました。うわ、もうこれ高いのに、これすんません。ファントム8いただきました。ありがとうございます。これね、高
赤いフィルムです。ロモグラフィーのね、シネフィルムというかコピーフィルムですかね、を切り出したものですね。非常にシャープな写りをします。シャファントムエイト。これは何だろう。わお。あ、T-MAX だ。これいいの ?T-MAX がいっぱい入ってる。いっぱい入ってる。1、2、3、4、5。恐ろしい。恐ろしい。こんなにいっぱいもらっていいの?え、8本?もうフィルム買わなくていいじゃん。8本も入ってます。通信部が入ってますね。 T-MAX のね、現像データが入っておりますね。T-MAX デベロッパーと、D76 と入ってますね。デベロッパー、確か T-MAX デベロッパーまだあったんで、がっちり保存してあるんでね、これもドリームロコモーティブ様にいただいたやつになるんですけども、ありがとうございます。本当にすみません、足向けて寝れないっすよ。てかね、もう本当ね、コロナさえなければね、会いに行ってるところなんですけどね、コロナがあるんで電車とか乗れないじゃないですか。この仕事ね、その医薬品を輸送する仕事してるんでね、もう感染イコール首に近いものがあるんですね。まあ、絶対感染するなっていうね、指示が入ってるんでね。今のところうちの会社はね、一人も感染してないんですけどね、それが功を奏してかどうかは知らないですけど、みんなね、我慢してますね。本当に早くコロナ収まってほしいんですけど。で、フィルムの話なんですけどね、まあこの、ファントム8もね、そうなんですけどね、その、写真用のね、フィルムっていうのはもう滅亡に向かって一直線に進んでるんですね。特にカラーはやばいです。カラーネガ、カラーポジともに結構厳しい状況になってるんですけど、映画用のフィルムは逆なんですね。映画用のフィルムはむしろ、伸びてるっていうか、もうかなりの勢いで伸びてる。で、その理由っていうのがね、やっぱりね、デジタル機器ではね、映像的に限界があると。写真っていうのはね、その同じ 35mm のサイズから、まあ、せいぜい全視じゃないですかね。でも映画っていうのはあのクソでかいスクリーンに映し出すんで、やっぱね、あのディテールがね、高くないとね、絵にならないんですね。で、やっぱそのフィルムで撮るのと、デジタルで撮るのはもうね、あのディテールが雲泥の差なんですね、結局はね。このぐらいの大きさじゃ分かんないかもしれないけど、あのぐらいの大きさにするとね。で、解像度は実はデジタルの方が上っていうかね、シャープネスだとかね、綺麗にその、なんていうんですか、デジタル的に処理してシャープネスは上げれるんですけど、ディテールですね、白のね、質感とかね、黒の質感とかね、そういうね、黒い布とか白い布とかね、赤の発色とか、その辺をね、行くとね、やっぱフィルムが上なんですね。どうしても上回れないみたいで。で、ハリウッド映画とかはね、もうほとんどがフィルムで今撮影してるんじゃないかな。結局 CG を、使ったやつでも一遍 CG で起こして、で、フィルムに焼き付けてるんでしょうね。ちょっとどうやってやってるかちょっとわかんないんですけど、まあ実写の方を撮影するときはもうフィルム映写機で、撮影しているんです。で、そんなわけで映画用のフィルムっていうのは結構ね、普及してきてるんですよ。で、この間ね、ちょっとツイートさせてもらったんですけど、ビジョン3だったかな、コダックの。カラーネガの映画用のフィルムがね、400フィートの長巻きで売ってるんですね。で、これ1本、36枚撮り1本あたりに計算すると、だいたい400数十円、500円弱ぐらいで切り出せるぐらいの値段なんですね。非常にいい写りをするフィルムみたいなんですけどね、現像処理がちょっと特殊なんですね。これね、映画用のね、カラーネガフィルムっていうのはね、ハレーション防止の膜が貼ってあるんですね。で、通常のね、C41 現像すると現像液がオダクしてパーになってしまうんでね、そのまま現像には出せないと。で、ECN2 だったかな、特殊なね、現像しなければならないということでね、まあ自家現像が前提になるんですけど、いろんなハードルがあるんですね。まずね、その特殊な現像をしなければいけないということ。
でカラー現像なんで低温現像、38度前後ぐらいまで温度上げてやらなきゃいけないですね。でその400フィートっていう長さ、これを切り分けるフィルムローダーっていうのは市販されてない。さらに言うと400フィートなんでね、1本あたりの価格はまあそこそこになっちゃう。その大量にねそのフィルムができちゃうんで、そんなに消費するやつなかなかいないよね。まあそんなわけでね、まあハードルがいくつもあるんですけどね、そのカラーネガがねその全世界的にどんどんね消えていってる現状では、ちょっとねもうこれ映画用のフィルムにねその望みを託すしかないっていうような状況になりつつあるのかもしれないですね。でこの間ね北村に行ったんですけど、北村でねカラープラスはね770円で売ってました。カラープラスがね10本ぐらい並んでて、でウルトラマックスね、クロダックのウルトラマックス400が2本あったんですけど、もうね1000何百円だっけ。まあ非常にねそのフィルムの値段が上がってる、で生産打ち切りが続いてるということでね、写真用のねフィルムはねどんどんね消えていってるんですね。でシネスティル800っていうフィルムがありますけど、あれはどうやらねその映画用のフィルムのねハレーション防止の膜をね取り除いたフィルムっていうのをちらっと聞いたことがあります。本当かどうかは定かでないんですけどね。でね、まあ、情報をお持ちの方、誰か現像してくれる会社があるかとか、まあ、そういうのがあったらね、もしね、情報をお持ちでしたら、情報をお願いします。あとね、どうやったらね、この映画用のフィルムも写真用のフィルムとしてね、普及させるにはどうしていったらいいでしょうね。この辺もねちょっとみんなで考えていきたいなって思う今日この頃です。もう写真用のフィルム本当に終わっていってしまってるんでね、今日の動画はねこんな感じになります。ちょっとね大量のいただき物ねいただきまして、これねどうしよう太るなありがとうございます。結構ね走ってる時眠たくなるんでね、お菓子とか食べるんでね本当助かります。ありがとうございます。まあ何よりフィルムはすごいね。これね高いフィルムばっかなんでね、 T-MAX はね長巻きですけどね、それでも高いね。 T-MAX すごい高いですからね、今ね長巻きでも恐ろしい値段になってるんでね、もう本当に存分に使わせていただきます。ありがとうございます。でここからはね視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナーです。これね、iPhone が1台もダメになったんで、これ嫁が使ってた Android なんですけど、それにね、Y モバイルのね、SIM カードをね、挿してね、今読み取らして、無理やり使えるようにしたんですけど、でも本当にね、ドジ踏みました。でね、今日のね、作品投稿のコーナー、アリアさんからですね、トップバッター。これ初投稿になるんじゃないかな。コンタックスアリアを使ってますということですけど、使用カメラはペンタックス SPF みたいですね、今回は。中年オタッキーさん、こんにちは。作品投稿のコーナーに応募します。タイトルは、ブレちゃったです。使用カメラペンタックス SPF で、レンズはスーパータクマン 55mmF1.8 です。友達と家で遊んでる時に撮ってあげるとノリノリで撮ったんですが、いざ現像に出してみると盛大にブレてました。友達からは笑われちゃいましたが、個人的には友達との、思い出になっていて、お気に入りです。これもまたフィルム写真の醍醐味なのかなと思いましたってことなんで、ね、作品なんですけどね、女の子が写ってますがね、これね多分ね後ろのね風景とかを見る限りではこれ多分被写体ブレじゃないかな。女の子が動いたことによってブレたんじゃないかなと思いますが、ね、これオリンパスのねトリップ35をね構えてね映っておりますがね、楽しそうな雰囲気で映っておりますね。これね、まあ、室内なんでね、フィルムは使用してるフィルムは何かわかんないんですけど、400のフィルムでもね60分の1ぐらいまで下がってしまうだろうから、被写体ブレは起こすんですね、どうしてもね。そういうわけでね、じっとしてろってじっとしてろっていう風にね言ってもらえればと思います。はい、アリアさん投稿ありがとうございます。次はねチムニーさんの作品ですね。2枚ですね。こんばんは、チムニーです。作品投稿のコーナーにお願いします。カメラツアイス1個ネッター515セミ版のスプリングカメラで撮りました。フィルムは忘れましたが期限切れの藤だったと思います。1枚目が決算ボンバー、2枚目が静岡ボンバーということですね。なんでボンバーなんだろう。
どちらも無限で撮ったのですが、周辺のピントが甘くなってしまってます。近距離で撮っても周辺が甘いです。オーバーホールした時にレンズの組み間違えたのか、もっと絞った方が良いのか悩みますということなんですけど、写真なんですけどね、もうこれいい色で写っててね、解像度も高いんですけど、確かに周辺がね、やや甘いんですね。本当だ、本当に周辺が甘いのはなんでだろうね。これセンターはしっかり出てるのにな、ものすごく綺麗に出てますよね。で、2枚目もそうなんですけど、2枚目はね、ちょっとね、懐かしい色合い、で写っておりますが、これもやはり周辺が滲んだような感じで流れておりますね。このカメラね、1930年代のカメラなんじゃないかなと思いますけどね。ベストポケットコダックよりちょっと新しいぐらいのカメラなんだと思いますけどね。セミネッターってなんか呼ばれてたのかな？うん、ちょっと詳しくは僕もわかんないんですけどもね。写りは良さそうですけど、もしかしたらレンズひっくり返して入れてないですかね。その辺が怪しいような気がします。これ4枚玉かな ?3 枚玉かな、うん、ちょっとね、レンズはわかんないですけど、もう時代的に3枚玉かもしれないんで、真ん中の1枚をひっくり返すか、表をひっくり返すか。あ、3分の1、3枚だったら3分の1だよね。そんな感じでね、入れ替えてみてはいかがでしょうか。ちょっと難しいけど、フィルムが無駄になるよね。うん、フィルム代が高いだけに、デジタルカメラに移植してっていうのも難しいか。うん。チムニーさんありがとうございます。次はガメラさんの作品ですね。2枚ですね。おたきさんこんにちは。視聴者の作品に投稿します。今回はオールドレンズでの作品を2枚投稿します。レンズはミノルタ MC マクロロックオール 50mmF3.5。使用機材は富士フィルム XT2 です。1枚目が旅立ちの準備。よし。もういつでも飛び立てるタンポポの綿毛です。2枚目が花弁。鼻の中央にガッツリ寄ってみました。オールドレンズでも柔らかいなかなかの描写ではないでしょうかということなんですけどもね。これミノルタのね、MC マクロ、マクロロッコールね、これもマイクロロッコールか。すごいですね。ボケの美しさが半端ない。光はないんですけどもね、もう十分ね、味のある写真になってますね。2枚目のそうですけどね。これ見事にね、その先端、花粉のね、これ何て言うんだろう、めしべか、の先端にピントが合ってましてね、周りの色もね、美しく、表現されております。ガメラさんありがとうございます。次がね、たくみさんの、作品ですね。おたけさんこんばんは。久々に作品投稿させていただきます。残しておきたい光景をブローニーのリバーサルで撮り、フィルムそのままの鑑賞を楽しむのも風情があるなと思い、前座ブロニカ ETR を買いました。やるな。シャッタースピード測定や、モルトの交換などの整備を終わらせ、4月上旬に桜を撮ってきました。どちらも 50mmF2.8 ベルビア50で撮りました。作品名は2枚とも、猿土地美しです。単身赴任が終わりを迎えたので、お世話になった愛知県岡崎市に敬意込めての作品名ですということですけど、これね、多分ね、市役所近くの桜なんじゃないかな。僕もね、ざっくりしか知らないんですけどね。なかなか美しく写ってますね。さすがですね。これもう解像度が半端ないですね。ちょっと前ピン、1枚目ちょっと前ピンかもしれませんが、十分な解像度だと思います。2枚目はね、この橋のたもとの方のね、人がね、楽しく桜を撮ってる。まあ、この辺にね、ちょっと若干トリミングしてもよかったかもしれないですけど、これもなかなかいいかもしれない。どっちでもいいかな。レンズ 50mmF2.8 ということです。これニッコールですかね。前座ブロニカって言ったら僕ニッコールっていうイメージがあるんですけど、これマウントはどうなんでしょうね。ちょっと僕よくわかんない。前座ブロニカ実はね、もうよくわかんないんですけど、なんかニッコールってイメージがありますね。はい、たくみさんありがとうございます。次がね、長州薩摩さんの作品で、2枚ですね。中年オタキさんこんにちは。いつもフィルム写真を楽しく学ばせていただいております。今回はモノクロ写真です。子供の頃、昭和40年代に近所でよく見かけた日立の業務用自動車売られていました。売られていました。懐かしさを感じながら撮影しました。タイトルは高度成長期の地域を支えた名車。カメラニコン F、 レンズニッコール OC オート、35mmF2、フィルムがイルフォードデルタ400プロフェッショナルということですね。で、作品なんですけど、これサニトラっていうやつなんですけどもね、ニッコールでね、解像度で綺麗に捉えておりますが、本当にフォーセールって書いてあるな。このまま売るのか、このまま売ってこのまま乗る人いるのかな。こう後ろの方も電話番号もね、書いちゃってますし、宮市末広町ってどこなんだろう。
これもろもろ住所まで番地まで書いちゃってますね。この状態で売るか、車としてはねこれね、ねサニトラ結構人気なんですけど、部品とかどうなんでしょうね。イロードデルタ400ということでね、T 粒子のフィルムで流浄感が少ない400としてはね非常に、高精細なフィルム、グーンとアップしたらさすがにちょっとは流浄感出ますけど、かなりいい感じで捉えておりますね。はい、長州薩摩さんありがとうございます。今日の作品投稿のコーナーはここまで、ここからは俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日はねガメラさんの投稿ですね。おたきさんこんにちは。俺のカメラに投稿します。コニカのオートレフレックス TC です。ACOM1 の輸出仕様でなかなかのレア機種ではないでしょうか。これどうやって入ってきたんですかね、国内にね。1000分の1までの機械式シャッターで、シャッター優先 AE 搭載です。ヘキサの 40mmF1.8 パンケーキレンズとの組み合わせは、お散歩スナップに最適ですよってことですね。これ赤いストラップがなかなか可愛いんですけど、革でできてますね。これ 40mmF1.8 ということでね、コニカヘキサの AR40mmF1.8、これ非常にいい写りなんだと思いますね。まあ、針側の方はね、若干ボコボコしてる。これはもうね、コニカ ACOM1 も一緒で、ちょっと柔らかい針側なんですよね。これ仕方ないところ、もしかしたら張り替えってあるのかな、張り替えってあるのかもしれませんけどね。もう元がね、そういうところなんでね。でね、シャッターボタンにね、アクセサリーとかをつけてなかなか楽しんでおられるようですね。僕も ACOM1 欲しいんですけどね、なかなかね、競り負けたりね、チャンスを逃したりしてます。なかなか手に入らないですけど。まあ、いつか買おうと思ってますね。はい、ガメラさんありがとうございます。ここからはね、やったやっちまったのコーナーになってまいります。はい、やったやっちまったコーナー、今日はね、贈り物をね今回いただいたドリームロコモーティブ様の、やっなのかな、これどうなのかな、お疲れ様です。いつも楽しく拝見しております。今回はやったやっちまったへの投稿で、やっちまったから気持ちだけやった微妙、ヤフコでタムロンアダプトール2 70-150mmF3.5A20 を、総量込み1920円で落札。外観は目立つ傷もなく非常に綺麗だったのですが、中玉にバルサム切れが発生している状態でした。バルサム切れはね、結構ね、修理大変ということなんですけどね。普通に使ってもコントラスト低下の恐れがあることから、ハードオフのジャンク箱で転がっていた110円のフィルターを買ってきて、模型用のクリアスプレーを軽く塗布してソフトフィルターを自作。割り切ってソフトフォーカス専用レンズとして使用することにしてみました。試写すると、まずまずの写り、焦点距離も中望遠から使えるので、ポートレート撮影にも試してみようと思いますということなんですけどね、これね、最後のね、写真ですけど、これすごい写りになってますね。これポートレートとかで使ったらなかなかいいかもしんない。怪我の巧妙というか、なんというか、いいんじゃないですかね。100円と模型用のと、クリアファイル、クリア塗装ですね。ということでね、ドリームロックコンボというさ、投稿ありがとうございます。はい、今日の動画はね、ちょっと取り急ぎ作ってこんな感じです。本当にバタバタしておりまして。でね、撮影機材の方なんですけどね、明日家に届くはずなんですよね。明日届くはずなんですけど、今群馬に向かってるんで早くて明後日、入手するのは明後日ってことになりますね。家に寄れるかどうか、もう少ししたらね、新しいカメラが到着します。ていうかね、多分ね、そのカメラでずっとね、動画を撮影し続ける覚悟で一応購入してます。結構しましたまあ、また開封動画来るかもしれないですね。そんなわけでね、今日の動画終わっていきます。いかがだったでしょうか。高評価、コメントの方ね、どしどしお願いします。コメントね、全然ね、書く暇がないんですよ。こんな感じなんでね。で、今もね、ツイッターがずっとリツイートされておりますけどね、5万8000リツイートを突破してしまったんで。まあ、こんな感じでちょっと忙しくなっておりますが、高評価はね、ポチッと押すだけなのでね、ぜひとも。で、コメントの方はね、そのうちね、絶対返していきますので、感じたことはありましたら、
ちょっと返事は遅くなりますが、コメントお願いします。あとね、チャンネル登録なんですけどもね、どんどんね、増えていますね。ついこの間4000名を突破したところに、もう4070名を突破したということでね、結構ね、勢いで増えていっておりますが、どんどん増やすつもりでいますので、チャンネル登録まだの方はね、ぜひともチャンネル登録お願いします。はい、今日の動画はここまで。また次の動画をお待ちください。それでは皆様ごきげんよう。さよなら。